岩田みの岩田みの岩田みの九1983年十月三十一日体は、阪神タイガースに所属する大阪府森口市出身の、プロ野球選手、投手、左投げ左打。森口市、立場区母中学校から、大阪桐蔭高校に進学。高校二年秋からエースとなり、秋期大阪府大会で、準優勝して、近畿大会でも八強入りしたが、 同年の冬に風邪をひいた、際のウイルス感染が元で一糖尿病を発症。3年時にもエースナンバーを背負っていたが、腰の故障により夏の大阪府大会での当番機会はなかった。高校の同期には中村剛しなり、1年後輩には後に、プロでもチームメイトとなる西岡剛しがいた。高校卒業後に、社会人野球チームでプレーを続ける予定だったが、 一型糖尿病の影響で白紙に戻ったことから、関西大学に推薦入試で進学。大学進学後も故障に悩まされたため、関西学生野球リーグ戦の通算成績は、23試合の当番で、6勝10敗、防御率2.11、143奪三振という成績にとどまった。しかし、最速時速ロメートルの速球や縦に、 割れるカーブを軸に、カットファストボールや、チェンジアップなどの多彩な変化球を投じるスタイルを、当時、阪神タイガースのスカウトだった大学の先輩、山口隆が評価。2005年のプロ野球大学、社会人ドラフト会議で、希望枠によって、阪神への入団に至った。契約金1億円に、出来高分を、0円、年俸1、500万円。 金額は推定という最高条件での入団で、背番号は21。入団会見では、大学、阪神の先輩投手であった、村山実を目標に挙げるとともに、背番号が、村山の11より10多い21であることから、10倍、頑張れということだと思いますと語った。2は、高校の先輩で自身と同じ左腕投手にちなんで、今中二世と呼ばれていたものの、 故障が相次いだ。10月14日の対広島東洋カープ戦、広島市民球場に先発投手として一軍デビューを果たしたが、3回4失点という内容で敗戦投手になった。結局、この年の一軍公式戦は、この先発登板だけで終わった。2は一軍公式戦4試合に登板したが、0勝1敗。 防御率5.40という成績にとどまった。その一方で、中学校時代の同級生の女性と結婚したことを6月21日に発表。シーズン終了後の11月には、第1子、長男を授かった。2は、春季キャンプオープン戦を通じて校長だったことから、プロ入り後初めて開幕1軍入りを果たした。3月29日には、 横浜ベイスターズとの開幕カード第2戦、京セラドーム大阪先発投手に抜擢されると、6回を1失点に抑えて1軍公式戦での初勝利を挙げた。さらに、4月26日の対読売ジャイアンツ戦、阪神甲子園球場で1軍初の関東勝利を挙げるなど、シーズンを通じて1軍の先発ローテーションに定着。下柳強しに次ぐ、チーム2位の投球回数。 159回に3位へ達した末に10勝10敗セントラルリーグセリーグ8位の防御率3.28を記録した。基本類打数をリーグ最終規定投球回に達した投手で最小の5本に抑えた一方でリーグ最多対記録の11支球やリーグ4位の50支球を出すなど制球面での課題を露呈。また、左打者に対する被打率が3割を超えたほか。 リーグの最終規定投球回に達した投手では、最も多い7冒頭、リーグ5位を記録した。このため、周期キャンプからは、同じ左腕投手である、杉内敏也を意識したフォームに変更。シーズン終了後には、杉内の自主トレーニングに参加した。2は、レギュラーシーズンの開幕前に開かれた第2回、ワールドベースボールクラシック、WBC 日本代表に選出。 本戦では、中継ぎで2試合に登板するとともに、日本代表の大会に連覇に貢献した。しかし、大会後に左肩を痛めていたことが発覚。帰国後の検査で、左肩剣法下活液法炎と診断されたため、一軍公式戦へのシーズン初登板は6月10日の、対埼玉西部ライオンズ戦、西部ドームまで持ち越された。一軍復帰後は、 打線の援護に恵まれなかったものの、5度目の先発当番だった7月29日の対、横浜戦で、一軍公式戦でのシーズン初勝利を、プロ入り後初めての完封で挙げた。さらに、第二子、長女が誕生した9月9日の対、中日ドラゴンズ戦、入れも甲子園でも完封勝利をマーク。一軍公式戦での通算成績は7勝5敗で、 リーグの最終規定投球回数に達しなかったものの、前年を下回る投球回数、110回に3で前年を上回る1033を奪った。通算防御率は2.68で、前述の2冠プ勝利を含むプロ入り後自己最多の4、関東を記録した。は、開幕前の3月に左肘を故障。手術を受けた後にリハビリへ専念したため、 一軍公式戦への登板機会はなく、シーズン終了後のフェニックスリーグ最終戦、対巨人戦で実戦に復帰し、その一方で、シーズン終了後の12月30日には、大密後、次女が誕生した。4月14日に広島東洋カープとの開幕カード第3戦、甲子園に先発投手として登板。一軍公式戦ではのレギュラーシーズン最終戦。 10月9日、明治神宮野球場での対東京ヤクルトスワローズ戦、以来552日ぶりの登板だったが、7回3、失点という内容で、敗戦投手になった。5月5日の対巨人戦、東京ドームで、7回を1失点に抑えて、シーズン初勝利。1軍公式戦では2009年10月4日の対、中日戦、甲子園、 以来578日ぶりの勝利だったため、試合後のヒーローインタビューでは高級した。レギュラーシーズン全体では、先発ローテーションの一角を守りながら、チームトップの防御率2.29をマーク。ホイップも0.98という高記録を残したが、打線の援護に恵まれない試合が多かった影響で、9勝13敗と、負け越した。2は、一軍公式戦の開幕から、 先発ローテーションの一角を担いながら、中盤以降に打ち込まれるなど不調。チームの低迷も、相まって、勝ち星が発祥にとどまった一方で、ブライアン・バリントン、広島と並んで、リーグ最多の14敗を喫した。防御率も3.52と、前年と比べて1点以上悪化した。2は、一軍公式戦の開幕から、先発ローテーションに入ったものの、 序盤から請求に苦しむ試合が相次いだ。4月を3連敗で終えると、5月4日の対、ヤクルト戦、甲子園でシーズン初勝利をゲたが、続く5月11日の同カード、神宮では4回裏の途中で交代。この試合を境に、2軍での調整を余儀なくされた。夏場に1軍に復帰したものの、先発で不安定な投球が続いたことから、中継ぎでの再生を模索。 それでも結果を残せなかったため、シーズン終盤には2軍での再調整を命じられたことから、1軍公式戦ではわずか2勝でシーズンを終えた。このため、シーズン終了後には、初めて海外で、自主トレーニングを完光した。2は、シーズン初の1軍マウンドだった4月20日の対、ヤクルト戦、甲子園でシーズン初勝利。4月26日の対 DNA 戦。 横浜スタジアムでは、一軍公式戦では、自身2年半ぶりの関東、及び自身2度目の無支給勝利を記録した。7月には、月間4勝、防御率1.25という好成績で自身初の月間 MVP を受賞。結局、最後まで一軍の先発ローテーションを担うとともに、リーグ2位の防御率2.54を記録した。チームが、 レギュラーシーズン2位で臨んだポストシーズンでは巨人とのクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦10月16日東京堂に先発し一四万塁のピンチを閉殺打に抑えるなど6回まで無失点に抑える5点リードして迎えた7回にシーズンで苦手とした井端博和に2ラン本塁打を打たれるが7回に失点に抑え勝利投げとなった チームが4戦全勝でステージを突破すると、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも、第4戦、10月29日への先発で7回に、失点と高騰した。さらに、シーズン終了後に開かれた、日米野球2014では、故障で出場を辞退した、岸高之に代わって、日本代表に選出。阪神でのチームメートである、 藤波慎太郎が先発した11月16日の第4戦、軽道具で、藤波の後を受けた救援で2イニングを投げた。2番、レギュラーシーズンを通じて先発ローテーションに定着。8勝10敗と負け越したものの、防御率3.22を記録した。先発で登板した5月5日の対中日戦、甲子園では、6回裏西万塁で迎えた打席で、 山井大輔から走者一層の三塁打を放った末に勝利投手になった。チームのシーズン3位で迎えた巨人とのクライマックスシリーズファーストステージで10月12日の第3戦東京ドームに中継ぎで6回裏から登板したがに失点でし降板。結局チームはこの試合に敗退したため2年連続の日本シリーズ進出を逃した。なお、 7月16日には、第1回、WBSC プレミア12の日本代表第1次、候補選手に選出されたが、11月開催の本戦には出場していない。2は、1軍公式戦の開幕から、先発ローテーションの一角を任された。3月30日の対ヤクルト戦、神宮でシーズン初登板を果たしたが、6回途中7、失点で、 敗戦投手になったことを皮切りに、通算4試合の先発登板で0勝3敗。防御率7.11と不振。4月28日に出場選手登録を抹消された。1軍で、左の中継要員が手薄なチーム事情を背景に、9月10日に1軍へ復帰すると、翌11日の同カード、神宮7回裏に救援で登板。1軍公式戦では、 自身3年ぶりの中継ぎ登だったが、最初に対戦した山田哲人から本塁打を浴びるなど、1回を投げて4、飛安打4失点と打ち込まれた。その後も救援で1試合に登板したものの、9月16日に再び登録を抹消されると、そのままシーズンを終了。一軍公式戦全体でも、0勝3敗、防御率8.85と不振を極めた。このため、 シーズン終了後の11月29日には推定年俸後300万円という条件で契約を公開。NPB の野球協約に定められた年俸1億円以下の選手に対する減額率の上限25%に迫る減俸を前年度から推定で1500万円減だったため公開後の記者会見では初心に帰って 引退覚悟で2017年シーズンに臨むとの決意を述べた。2は、春季キャンプを主力選手中心の沖縄組で迎えると、一軍監督の金本智明から第一クールの MVP に選出。一軍の開幕ローテーション6番手へ入ることを目標にオープン戦へ臨んだ右投手である秋山匠、青柳明洋の後陣を敗する結果に終わったため、 一軍公式戦の開幕直前からは二軍での調整を強いられた。シーズン中盤にウエスタンリーグの公式戦で好投を続けたことから7月27日の対 DNA 戦で先発投手として一軍公式戦にシーズン初登板。5回を投げて毎回の5死球を出しながら3被安打2失点でしのいだ末に一軍公式戦では9月20日の対ヤクルト戦。 いずれも甲子園、以来676日振りの勝利を挙げた。次に先発で登板した8月3日の対広島戦、松田4回裏に一死を取った時点で、n p b 一軍公式戦、通算戦投球回に到達。一軍公式戦では10試合の登板で3勝2敗、防御率4.25にとどまったものの、ストレートの球速が時速140キロメートル台の中盤にまで戻るなど、 当番試合の随所で副調の兆しを見せた。2は、一軍公式戦での当番機会に恵まれず、シーズンの大半を二軍で過ごした。一軍公式戦では4シーズンぶりに、通算の防御率を3点台、3.23? にとどめたが、先発で当番した6試合中5試合で5イニング以上を投げながら、2シーズンぶりに、白星から見放された、0勝4敗。 シーズン3敗目を喫した8月19日の対ヤクルト戦神宮では3回裏に先頭打者青木戦親への頭部支給が急進の土山武博から危険球とみなされたため退場処分を受けている。シーズン終了後の契約公開では NPB の減額制限に近い24%の減法を球団から提示されたことを受けて推定年俸3。 800万円、前年から1、200万円減という条件で契約を公開した。2は、春季キャンプから公式戦の開幕直後まで2軍で過ごしたものの、ウエスタンリーグ公式戦では4試合の登板で、防御率0.53を記録するなど好調だった。4月18日の対ヤクルト戦、神宮で先発投手として、シーズン初の1軍マウンドに立つと、5点を、 失いながらも、一軍公式戦二年振りの勝利を、自身四年振りの完勝利で挙げた。さらに、過去三年間登板機会のなかった、セパ交流戦でも三試合に先発。高校時代の同級生である中村と10年ぶりに、対戦した6月22日の大西部戦、甲子園では、中村から二打席連続で、ソロ本塁打を浴びたが、6回を2失点でしのいだ末に、 交流戦4年振りの勝利を記録した。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦14試合の登板で3勝4敗、防御率4.52という成績を残したが、8月中旬以降は一軍から遠ざかった。一型糖尿病のため1日4回のインスリン注射は欠かせないが、アマチュア時代に糖尿病を発症しつつもプロで活躍したビルガリクソンや、 8歳で1型糖尿病を発症しながらエアロビックの境チャンピオンになった大村栄一に勇気づけられたことから自分が頑張ることで同じように糖尿病と戦っている人たちを勇気づけていきたいと話している2013年には糖尿病患者に対する自然活動が評価されたことによって阪神球団から若林忠史賞を授与されている阪神へ入団してからは 子供の日に登板した一軍公式戦で2015年までに3連勝を記録している。遠藤昭蔵、こ,こりことは顔が似ていることから講師に渡って交流。2008年にブラボー読売テレビで共演したことを機に同番組の MC だった遠藤から弟と呼ばれていい。この縁で岩田が先発した2014年5月25日の対ロッテ戦。 甲子園では遠藤が始球式を務めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。